第10位は、妄想でも負けヒロインに。先週が実質最終回なので、今週はエクストラステージ。お前は可愛いラッコだよ。すごくめんどくさそうなぬくみずくん。ああ、そんなのもあったなぁ。柳さんそれすべて事実なんだよ。マジで知ったこっちゃねえ。箸でつまむな。箸で挟んでるだけでそんな拘束力あるのかよ。西川くん出しにされてる。お前部室に何隠してん？果樹に見られるとやばいやつだろうか。結局ぬっくんにやらせることになるのか。偽彼氏計画、直球。秘密広がってて草。デリカシーないってお前が言うのか。偽彼氏頼む方が、デリカシーないだろ。3対1はきついね。ひどい言われようだ。人任せすぎるだろ。つまりぬっくんと大人のデートしたいと。婚活はフィジカル。教師までこうなのはさすがに負けヒロインが多すぎるわ。学校で何やってるんだ。この不穏な雰囲気は。背景色だけで誰が出てくるかもう分かってしまう。シンプルに怖すぎるだろ。ティアラちゃんいっつもキレてんな。なんでリボンが4つもついてるのよ、マジで。みんなが言いたかったこと言ってる。夜の肉弾を、意味深。生徒に何言ってんだよ。嗅覚鋭い妹。あのデカぬいぐるみ気になるな。2回連続ノンホイパーク。平均年齢。シルバーパスが適用されますので。ギャラリー多すぎない？本当にノンホイパーク紹介会か？渋沢栄一に早くも対応していくアニメ。多分栄一を初めてアニメ化した作品。見たことないはないだろ。新紙幣は、見たことないだよな。高校生と付き合う社会人はやばいだろ。写真写りいいな 4K 女。お前しか写ってねえじゃん。ただのアイドルの写真集みたいになってるだけやん。てかナチュラルにぬっくんとデートしてるじゃねえかこいつ。メリーゴーランドのことを馬を串刺しにするというの初めて見た。フリじゃないわもうフリだろ。結局3人とデートしてる状態になるんだな。ヒロイン一人一人とちゃんと怠慢会は発生して偉すぎる。果樹ちゃんついてきてる。物理的にスマホに何か仕込まれてる？だんだん彼氏設定があれっぽくなってない？水族館で美味しそうって言いそうだもんな柳さん。ぬっくんそこ読まなくていいよ。そういうとこだよぬくみずくん。笑顔がぎこちない。もうぬっくんでいいんじゃないかな、お似合いだよ。リモート操作？この妹一線を越えてないか？しっかりファイル共有されてて草。また二刀流してる。食わせとけば解決。外資系の、負けん。タイトル回収？たこ焼きを串焼きに刺すな。合宿の時は案に700円とか言ってたのに、もうときめかなくなっちゃったんだね。戻れやなみさん。こいつら何やってんだ。この絵面大丈夫か？キスよりまずいだろ。もうこいつらエロゲに隔離しろ。そりゃそんな顔になるわ。お前の仕業かい。そんな中千早と綾野だけは見事に回避していた。さすがに浅雲さんは賢かった。やっぱり犯罪者同士察し合えるものがあるんだな。こまりちゃんし、死ねしか言ってない。本物売ったことあるとか匂わせをこじらせすぎてるな。ぬっくんをなんだと思ってるんだよこのラッコは。設定盛りすぎてわけわからんことになっとる。自分から地雷原に突っ込んでいったぞ。果樹ちゃんもすごい顔に。何を想像してるんだ果樹ちゃん。リモートで通信多かったからね。しれっと観覧車デートじゃね。ネイルもリップも頑張ってるよね柳さん。青春の香り。この人やばいよ。キスしてるように見える。なんだこの柳さんかわいいな。したのかい？してないのかい？どっちなんだい？やけ食いならいつもしとるやろがい。なんでお米券しか入ってないんだよ。こいつまた借金すんのかよ。借金から始まった物語で借金で落ち着けるのうまいなぁ。しれっと二人で観覧車はくっそ抜けがけよなぁ。最終回でオープニングがエンディングになるタイプのアニメ。4K 美少女だ、いい笑顔すぎる。いい締め方だ。最後ちくわで締める女。最後ちくわはわかりすぎてる。ありがとう最高の作品でした。